さて今日のアフターテラちゃんコメンテーターストラテジスト島津弘之さんです。島津さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岸田総理大臣が9月の総裁選不出馬を表明したことを受け、ポスト岸田を目指す閣僚たちから続々と総裁選出馬への意欲が示されています。総裁選をめぐってはすでに茂木幹事長が14日夜に 麻生太郎副総裁と会談し総裁選出馬への意欲を伝え石場元幹事長も推薦人20人を確保できれば出馬する意向を示しましたまた若手の注目株小林隆之前経済安全保障担当大臣もすでに立候補に必要な推薦人20人の確保に目処をつけたと報じられています総裁選に名乗りを上げる議員が次々に出てきているようですね まあそうですね、あのー、突然の話だった割には結構皆さんやる気があるなっていう感じはしまして、はい、まあそれはそれで政党、まあ、としての活、ね、気、うん、っ,って意味ではいいことだと思うんですが、ええまあとはいえ今ご紹介あった人何人かはねやっぱりこの、はい、利上げをしろってあんだけ言ってあ,いいまあ,ああいうことになって はい、国民側の目がどういうふういふ、うん、まあでも国民の方も利上げしろって雰囲気の世論っていうかですね一部の,そのメディアとか専門家の話に乗ってしまったって問題はあるんですけども、はい、やっぱり時期尚早々なことはやってはいけないし、えー、正しい政策をやってほしいなとそういう人が選ばれてほしいなと思うばかりですけどね。えー、なんんかあるる意味ててもらいたいたぞって感じはするんですでけどもね <laughs>、うん、というか間違った政策をするとやっぱりそれなりにねペナルティーがなるんですよっていうことを、はい、まあやっぱり。 国民の側もまあやっぱりそういうふうに姿勢を示さなきゃいけないですしまあやっぱ安易にあのメディアとか専門家の言うことを乗るんではなくてちょっとどういうことなのかなと整理して考えなきゃなっていうことは必要かなと思います、ね、政治家まさ任せにもしないでってことですね。そうですね政治家が言ってるんだから間違いないだろうとまあ大間違いだっていう専門家もそうですけどね専門家が言ってるから間違いないていう大間違いってことがありますしね。 で発言とかかもありますらね私はねあまり外資系ってこともあってあんまり関係なく自由にどうぞって会社が言うんで自由に話してますけどまあまあそうですねまあだからねそうはならないこともありますからねそういう意味ではやっぱりご自身皆さんがどういうふうに考えるかっていうのを判断していかなきゃいけないしそのためには面倒くさいですが少し勉強というかですね知識はやっぱり入れていかなきゃいけないってことですよね。そののためには島津さん 話をよく聞く。<laughs> いや,いや,いや <laughs> ありがとうございます。いやいやまあ本当頑張ります。<えー S 1> はい。え <laughs> また今回の突然の岸田総理の退陣表明について、それぞれ候補者と言われる議員たちもいろいろコメントを出しています。岸田総理とライバル関係にあったと言われる茂木幹事長は極めて残念だ、重く受け止めたいとコメント。また小泉真次郎元環境大臣は岸田総理お疲れ様でしたの一言に尽きると話し。高い 経済安全保障担当大臣は閣僚として最後まで支えると岸田総理へのねぎらいの言葉を発信していましたおおむね岸田総理を気遣う発言が多い中河野デジタル担当大臣河野太郎デジタル担当大臣は岸田総理には私の所管する政策も大変信頼していただき政策を認めてもらったと若干自分の地盤話のような形でコメントしていたといいます。 また石破元幹事長は岸田総理への気遣い配慮の言葉は一切なく一緒にやろうという20人がいればぜひ、えー、とも出馬したいと出馬への意欲だけを示していたと言います。いろいろな反応がありますがこういった岸田総理の対人表明を受けてどういったコメントを発信するかにも 結構性格は出るもんなんですね。かなり出てますね。すごい出てますね。まあいかにも元木、あの真面目なというか、あのまあ。頭のいい元木さんが言いそうなコメントですし。あのまだ政権が終わってないのに、いきなりお疲れ様でしたと言っちゃう。その。そうですね。そりゃそうですよ。そんなこと許されますから、普通はちょっとやっぱりね。お疲れ様でした言っちゃいましたね。いきなり言ってますよね。やっぱすごいなと思いますし。やっぱ高橋さんっていうのは、やっぱりこう、ね、最後まで。さ るやっぱりこういうね義を重んじるというかですね発言をするしあとやっぱりいろんな話してる時に常に自分に持ってく人っているじゃないですか俺もさみたいな俺もこうなんだよねみたいなっていういよ河野さんの発言とか石破さんのねやっぱりこれまでのこれはまた恨み買ってしまいますよと私は思っちゃうんですけどね。でも もう本当性格が出てるなと思いこ、えー、れまでの恨みを晴らそうとして <laughs> さらに恨みを買うっていう,う,ていうねあ,あんまりやらない方がいいんじゃないのってみたいな,なんか <laughs> そう思、ね <laughs> ね <laughs> はいますけどねで本当にこういろいろオーナー,、えー今でも一番残ったのはやっぱり小泉さんの「お疲れさでした」<laughs> そう言わればそうですよ素直なんですけどねもうねだってほらもう退陣するって言ってるから、えー、まあその一言に尽きる手でも早いでしょう,、えー、そうですね。<laughs> あの 終わってからや本当にね、ええないといけない重病の方にご愁傷さまでって言っちゃう感じがし本当にね、いや、悪い方ではないんだと思うんですすごく素直な方だと思うんですが、でも、お立場とかね、いろいろあるわけですから、飲み屋で話してるわけではないので、まだやめてねえのっていう言葉が聞こえてきそうな本当にそうですね。さて、改めてですね、岸田総理の在任期間での政権政策について、 島さん、まあ、岸田総理の、この、まあ、今までの政策、これはどうお考えですか。まあ、いろいろ言われてるんですけども。えーまあけ 結、まあ、しれっと防衛費関連とか防衛関連のところは実はそれなりに敵地攻撃の問題とか、はい、あとは、えー、と防衛費をまあ上げる問題とかですは多分安倍さんが言ってたら非常に大きな反発、うん、あるいはメディアがすごい徹底的に叩いて実現しなかったんじゃないかなって思うようなことを、はい、やっぱり岸田総理のあの まあ、雰囲気というか人格というか性格というかむやャ,ャって言ってる感じの中でいつの間にか決まってるっていうところは、えー、まあそれはもその手続きとして問題がある手続きというかそのやり方としてどうかって議論あるかもしれませんけども、はい、結果的に防衛力効果が私はそれなりに進んだんじゃないかと。あ<ー>まあそこはなかなかか、えーまあ 私自身安倍さんってやっぱりすごく最近ではなかなか偉大な政治家だと思ってるんですけどもせん越ながら、はい、まあでもあの、なかなか安倍さんでも難しかっただろうなってことをやったような気はしてますこ、ねうんはい、まあ安倍さんだったら良くも悪くも目立ちすぎというところです、ね、ぎ特に暴力強化のところはやっぱりね、はい、そのこだわりがあるが故に、はい、まあそれに対して反対する人たちが。まあ 徹底的に、はいえー、あのなんだかイチャモンに近いことを含めてやった可能性はあるなと思ってますからね。えー、まあそれがだから岸田さんだったら、えー、いい意味でそんなに目立たなかったっんで,すか、ね、ですね、まあ。そうですね。まあその各排泄とかおっしゃってることとかの方が目立ってるので、えーえー、なんか。 あまりそちら側の方こちら側ではまあ目立たなかったということですね。はい。で、二千二十一年の政権発足以降ですね、岸田政権は少子化対策、防衛力強化、エネルギー政策といった国の大きな課題に取り組むとしていましたが、まあ結果的にこれらの政策において、まあ三年間で、えー、これどうなんでしょうどう見ればいいんですかね。まあ少子化対策はまあそういうふうな方向で打ち出したっていう割にはちょっと小粒だったなって感じですし。 はい、エネルギー政策もやっぱりちょっと小粒だから今私3つの中ではボイル強化のが、はい、まあがちょっと他の方ではできなかったんじゃないかってことも含めて一番、まあ、進んだというか成果残されたんじゃないかなと、はい、まあちょっと岸田さん自身がそれをどういうふうに受け止めているかわからないですけども、はい、そういうふうにのあの記録されるんじゃないかなと思ってますね、はい、また新ニーサ導入年4万円の定額減税、まあ、こ,うこういう政策 これは評価されるものですかね。 やらないよりですか、類いの話になっちゃいますかね、私としてはですね、もっと他のやり方もあったのに、まあそうですね、手掛け税の金額とかね、4万で、月4万じゃないですかいや、本当、一回そういうことですよね、だからやっぱちょっと、その辺があるなとそうですね、だったら消費税減税、を向きってね、やった方がいいと思いますやった方うが良かったんですよね。あと、賃上げ、これは実現できたと見ていいんでしょうか。 まあ評価は割れますけどね、あーーまあ安倍・菅の、はい、前の2人の総理大臣の延長で、その果実をっていうところもまあ少なくなかったと思いますが、あはい、まあそれを完全にストップしたわけではなかったっていう意味では、一部は貢献されてるんではないかといあーー、はいあ、そうか、その流れにでいったということに関しては。れ、はいねはい、乗ったっていう、いい意味でも悪い意味でも乗ったっていうのは、まあ、途絶させなかったわけですから、はい、まあそこはまあできたということなんですかね。はいまあ、中にはねとんでもないい政治家が現れたら止めちゃい だってね円高の方がいいって言っていれば企業収益があんなによくなってないわけですしもっと金利早めに引き上げてあのゾンビ企業を退治しろって言ったらゾンビ企業ってどういうふうに決めるか分かりませんけど当然パイが縮小して金利が上がる中で多くの 普通の世界であれば正常な企業がゾンビ企業として叩かれて体質を迫られるみたいなことになってたわけですから、はい、そういうのがなかったという意味では本当に乗ったとっっっいう最初でも岸田さんはアベノミクス踏襲するって言ってましたよね。 投資するって言ったような,なんか新しい資本主義って言ってみたりとかうそうか投するってイメージは私が勝手にイメージしちゃったものなんですかね新しい資本主義ってなんじゃって始めなって、はいはい、でもよく聞いたらなんかアベノミクスなのこれみたいな感じに多分なって,って,っていなるほど新しいことをやろうって言ったらそれはアベノミクスみたいな感じの延長のだったよね、えーえー、みたいな感じだと思いますけど、ね、でもそれがだん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 先細っていったってことですか、うん、まあ先細ってる印象は否めませんね 一方では増税メガネ増税クソメガネと揶揄されていた割にはですね実際には在任中の3年間で増税は実施しなかったこれは評価に値するんですかでも防衛増税はね今後ね、ね先,先送りになってるから分かんないですけども、ええうん、まあそうです、ね、まあ、まあだからいいも悪くも人の意見をよく聞いたと。 っていうか、はい、まあ、世論の流れを読んで、嫌われないように、常にやってきたっていうところは。あはい、まあ、いい面も、まあ、もちろん、悪い面も、もちろんあるんですけども、うん、まあ、その中で。まあ、なかなか、やっぱり、増税に対する圧力は、はい、やっぱり、その政権内外、世論を含めて。強くて、っていうことだと思いますけどね。はいはい、それだけは、だから、まあ、国民もやらせなかったと考えていいんですか。まあ、そういうことですよね。えー、それに関する時は、かなり、世論の、まあ。反発力が高まりがありましたからね。えー、だから、やっぱり、そこは。えー、いや、将来的にはね、その。 必要な時に必要なことをすべきだと私は思ってるんですけど、ええ、何度も言いますけど、デフレの時にやる必要はないでしょう。ああうね、わざわざそんな税収も減るし、何を先にやるかってことだと思います。はい、で気になる自民党総裁選の行方ですが、現時点では石破さん、小泉進次郎さん、高市さん、上川陽子さん、えー、茂木さん、えー、小林高之さん、小林ホークと今呼ばれてますが、えー、河野太郎さん、野田聖子さんなどの お名前が挙がってきていますえまた加藤勝信元官房長官斉藤健経産大臣え、うん、先日総裁選出馬の意欲を表明したといいますすで、まあ、に次期総裁候補に10人前後の名前が挙がる乱戦模様となる自民党の総裁選これは島田さんもどうご覧になりますか 泣、まあ、いてほしい人とはまた別の話なんですけど、はい、結局今の自民党の構図から言うと、うん、麻生さんと、ま、菅さんがどういうふうに落ち着くかっていうところにあ、はい、あの決まってしまうので、えー、まあ小泉さんと。 あたりがまあ河野さんのこと麻生さんは前回の総裁選の時は何かまあお願いされて乗って終わったあとに「はい、お前やっぱだから嫌われてんだろ」って言ったとか言わないとかって聞いてますけど同僚からやっぱりそういうところはこれから身につけなきゃいけないんじゃないのっていうような話があったみたいなのを、ね、ニュースで見たことありますけども <laughs>、えー、まあその辺をどう今回評価その はい、こ今回の総裁選にあたって、えー、いやそこはちゃんとお前はやったよなという評価でいくのかお前はもう少しやんなきゃダメだろうというふうに言っているのか<ー>やっぱりその政策とかも大切なんですけど、えー、やっぱり同僚から嫌われるってちょっと。えー 会社の組織でもね、はい、やっぱりねあの成果上げてても同僚から嫌われてるやつっているじゃないですか、はい、なかなかそういう人はねやっぱり上にいくと問題を起こしやすいなっていう気がしますね,ねはいまあ、これね先ほども聞きましたけれどもその経済のこの持っていき方とするならば高井さん まあ今の環境でやっぱり高橋さんがね,ね、やっぱり一番デフレ脱却っていうところにまあ的を絞ってってことよ言えば、ただ、現実を考えたときとなると、日銀の利上げじゃないですけど、うん、<laughs> 本当はするべきじゃないって言っても、<laughs> うん、7月にみたいな予測はしないといけないですからねそう。予測はしなきゃいけませんが、そうすると今出てきたのは、まあ、そうなるんですかね、<ー>今の分かんないですけどね。 と麻生さんでどういうふうに最後決着するかっていうとまあ麻生さんがこの3を OK っていう。 で菅さんがまあど地元がねまあ一緒って一緒てかまああの神奈川ということでそれを知ってか知らずかお疲れ様でしたって言っちゃったんですかそういうわけじゃないんですかそういうわけじゃないそういうわけでそういうわけではなさそうですよね入っちゃったみたいな今までもねいっぱいいろいろそうです確かに発言路があります確かにね別にこれでもとんでもねえじゃなくてまたかみたいなねそのあたりはなんかいい性格というかいいキャラクターしてますよねそうです。 <で>ところで自民党内にはですね菅前総理が目をかけている今出ました小泉進次郎さん次期総裁の最有力候補今え島津さんからもご指摘ありましたこういう見方は確かにあるんですよね。で小泉進次郎氏すでに伊藤の重鎮 OB であるえ森喜朗、森喜朗元総理や引退する二階俊弘元幹事長らを味方につけたとも伝えられていますまあでもそうなってくるともう事実上決まりのようなね。 いやーでもやっぱり麻生さんのああそうか麻生さんが抜けてましたから麻生さんが何というかってところですね、はいえー、だからそこはだからやっぱ菅さん麻生さんの、えー、まあ二人の、はい、まあ 気持持ちととといいいいうか、はい、どううかかどど見ていくかっていうところはやっぱり大きな影響力を持つと思いますけどね、えーまあ、ただ、ですね小泉進次郎氏については大臣としての実績がレジ袋有料化しかなくてですね、まあ、このレベルの発想しかできない政治家に日本の政策運営を任せられるのか、まあ、こういう声も依然として、えー、少なからずあるようなんですね。で一方で小泉進次郎氏今、子育てに力を入れているため出馬しないのではないかというお話もあるようですが まもちろん国の将来よりも我が子の将来を心配する方が人間としては正しいと思う方もいらっしゃるかもしれません、まあ、この小泉進次郎氏が自分の子育てを優先するために総裁選には出馬しないともし言うとするならば、えー、我々国民は彼の政治家としての志をどう評価すればいいのかと。言言いいい出出ししそそううううでですよね雰囲気は先ほどお疲れ様た 私には今やることがありますす <laughs> 言いそでいうな感じはありますよねでもちょっと悪い言い方というかこれもあの、まあ、半分ね悪い言い方になりますけど、えー、まあなんていうかみこしは軽い方がいいなんて言い方をする人もいらっしゃるので、えーえー、そういう意味でもですねまあその先ほどのレジ袋有料化しかぐらいしかないのかっていう、まあ、批判はあるんですが、えー、まあ意外とこういうところに落ち着くのかなっていう気は,は<ー>やっぱりし 予想するという意味なんですよ、はいえー、あ,ありますけどね、はい、まあでも我々としてはですね積極財政派でし しかりとした国家感を持つ人物に日本の未来を託したいわけですよ。えーうん、まあそうですね。ねそういった人物が今回の総裁選の候補者の中にいるのか。まあ高市さんはだからそういう意味では積極財政派ではありますよね。はい、まあそうですね。えー、まあだからそのまあ積極財政派っていうかまあデフレ脱却をやっぱりやり遂げるってことですよね。あはいえー、まあそこから先まあいろんな政策の出し方はあると思うんですけれども、うんはい、やっぱりまあ結局デフレ脱却できないと結局何も進まないので、はい、とりあえずこれだけ完遂し ましょうというところを、やっぱりしっかりやってほしいな。目標経済成長って、ね。あ、そういうことですよね。お、ねうん、願いしたいなと思います。えー、はい。以上、アフターテラちゃんでした。島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。